と思ったんです。まあ、総理になったら復活しますかね。いきなり大爆笑ですね。ね、エネルギーあり余ってるでしょ。最後の愛人という自負があるというこれどういう意味だろう。井上恵子さんに勝ったと思ってるかそんなことじゃないか。まあだからやりすぎちゃったっていう部分が多々ありますね。まあ、それ常にですよ。今この本を読め、司会の矢部浩二です。本日は大変お忙しい中、山本太郎さんに来ていただきました。よろしくお願いします。太郎さん、7月の参議院選挙は本当に激戦だったんですけど、 その後ちょっとお休みは取れたんですか。まあ、ちょっとこれ休もうと思わないとなかなかもうそれもずっと続いちゃうんですね。やることはもう果てしなくあるんで、だからちょっと心を鬼にして休みましたね。はい、あ、よかったです、ね。ちょうど夏だったんでね、趣味のサーフィンとかも、はい、あ、それは本当に、ね、波乗りもちょっとできました。あ、そうです。ほとんど乗れなかったですけど、波乗りは。あ、それは良かったです。皆さんよくご存知の通り、大変見事な戦いを参議院選挙でされまして、船越康彦さん、木村英子さん、2議席獲得されました。で、れいわ新選組も228万票を集め、政党要件を満たされました。で、それから1ヶ月半経ちますけれども、なんかこう、新しく見えてきた風景、いかがでしょうか。そうですね。はい、議員の時よりも落選してからの方が忙しいっていう。あ、本当ですか。ね、で、まあ、ここからは、まあ、国会内の活動っていうのは、お二人の議員に、精一杯やっていただく、まあ、それぞれの体調を、ね、重視しながらやっていただくという形なんですけど、外というか、まあ、まだつながれてない人たちに対してどうつながっていくかということを、多分私はずっとやっていくことになると思うんですけどね。その議員の仕事がなくなっただけ自由に動けるっていう、自由度が出たっていうことですかね。まあそうですね。まあ公務員からただのおっさんになったっていうだけの話なんですけど。なるほど。で、今日の番組タイトルとなっているのはこの本、僕にもできた国会議員ですけれども、まあわずか6年間で本当にいろんな活動をされて、で、まあ大きくステップアップされたっていうのはもう間違いないこと で、 そんな前です。で、今野党側の首相候補ナンバーワンっていうね、有名な政治評論家も複数いらっしゃいますね。本当ですか。まあ、勝手に私が言ってるだけかなと思ったんですけど、副島貴彦さんとかね、そのなんか割と有名な方もおっしゃってますけど、まあ、数年後にはぜひ僕にもできた総理大臣っていう本を書いていただければと思います。はい、今日はですね、その太郎さん、まあ、日本の首相になるかもしれないと言われている太郎さんですから、その人となりをね、ちょっとご紹介したいと思っております。そうですか。で、このそれが一番書かれているのはこの山本太郎戦いの原点千曲書房なんですけれども、山本太郎さん1974年兵庫県宝塚市生まれと。で、まあ、ちょっとすごく興味あるんですけど、はい、自分でどういう子供だったっていう感じですか。いや、もう本当落ち着きがない。この有り余ったエネルギーをどこにぶつけたらいいのかっていうことで常に困ってる子供ですね。で、学校の授業とか、ちゃんと座って聞いてられないぐらいですね。だからもう多動だったんでしょうね。落ち着きがないと、エネルギーに溢れてる。だこれですごく面白かったのはね、ゴミの収集車をスクールバスの代わりに使ってたって、はい、これどういうことなんですか。私の住んでるとこもそうなんですけど、まあ、学校も山にあって、まあ、山の中にある住宅街なんですけど、だから家から学校行くのもちょっと面倒くさいんですよ。山道をずっと歩いていかなきゃいけないっていうか、もうこう、ちょっと勾配のあるところをずっと歩いていくっていうのがだるくて、これなんとかならないかなと思って言ってたんですよね。したら、まあ、ゴミ収集車はいつも私たちが学校行くような時間帯に、私たちの横を通り過ぎるわけですよ。で、そのゴミ収集車が最終地点どこに行くかっつったら、これ、学校の給食室行くんですね。給食室の裏の方に行くんです。で、そこでもピックアップしてゴミを、ね、っていうことを知った時に、あ、これちょうどいいじゃないかと思って、自分のルートとぴったりじゃないかと思って。で、まあ、家の近くのゴミステーション、ゴミ置き場のところで待ってて、車が来たらその一緒にそのゴミを、ゴミ収集車の中に入れるね、手伝いをして、まあ、これ運賃ですね、私にとっての。
で一緒にこう後ろに捕まったまんまこうぐーって乗ってってで次のゴミステーションでまた止まって一緒にまた手伝ってっていうのを繰り返しながら最終的には学校の裏に着くっていう独創的ですけど、それどれぐらい続いたんですか？いやでも10回ぐらいしかできなかったんじゃないですかね。なんかこれ読んだらあの学校に通報が来て、そう小学生がいるけどどうしたらいいんだって多分あの市の方からクレーム行ったんですよね。クレーム行ったんですよね。宝塚市の方から多分あのクレームが行って、うん、でそういう小学生がいるんだけれどもっつった時に、うん、まあいつだろうっていう話ですね。もう、なるほど、もう分かってるわけですね、大体やるのは、そうです、八尾太郎だ。証拠はないけれどももう、うん、あの犯人扱いですね。まあ私だったんですけどもいやだからやっぱりね、そこで行動がね、オリジナリティがものすごくありますよね。いやいやいや、とんでもないです。いやそれでその続いてその、まあ、こちら、あ、懐かしい、まあ、超有名な、これがもう間違いなく、はい、あの少年時代の、まあ、最高のパフォーマンスだと思うんですけど、16歳ですね、当時16歳ですね、高校1年生で天才たけしの元気が出るテレビのダンス甲子園に出場、高く評価される。高く評価されるの意味合いもちょっとよく分かんないですけど、これでも僕はちょっと年代が違うからね、はい、つい最近まで見たことなかったんですけど、ものすごく見てものすごく感動して。本当ですか？この人は本当にすごいといや見て嫌になられるよ、いいですね。いやいや、この人は本当にあの日本の指導者に絶対いやなってもらえる人だと思って、まあ、総理になったら復活しますかね。あ、そうですか。ちょっとじゃあちょっとこれあの YouTube やがってるの見ていいですかね。あ、そうなんですか、はい、そんなこともできるんですね。ちょっと動かしてみたいと思います。ね、エネルギーあり余ってるでしょいやだからそれまでどういうふうに自分 この余り余ったエネルギーを放出するかわからないというところでこうその場を探したってことですかね、放出する先を。一般公募だったんですよ。てかあの自分で応募して、でも一回オーディション呼ばれて、まあ、これとは違うことにしたら、あの落ちちゃったんですよね。でもういいわって諦めてたんですけどやっぱり諦めきれなくてもう一回送って。これはすごい。いやなんか本当にね、あの太郎さんの原点だと思うのは、はい、まずあの独創的なアイデア、それをやりきる精神力やりきってますよね。でプラス体のキレが半端ない、ね、あ、いえいえ、若かったですからね、まあ、すごすぎますね。であのビートたけしさんの全盛期の番組でものすごく視聴率の高い番組だったから、はい、太郎さんの前後10年ぐらいの人はもうみんなこの頃から山本太郎知ってるんですよね。あの年代近い人は、おそらく、この時のイメージ強いでしょうね。でもなんかその上下は、まあ、あんまり知らなくて、でもこれを見るとすごくね感動するから、今 YouTube でも計300万回ぐらい再生されてて。本当ですか？演説動画よりも再生されてますね。いや、あの山本太郎を YouTube で、はい、あのフィルターで視聴回数でやるとまだこれが出てますからあ、そうですか。177万回のファイルがあるんで、まあ、私のピーク時ですねこれこれを超えるのが私の夢っていう、はい、主張にならないと超えられないかもしれない。で今だったらもう絶対ね、だから YouTuber になってますね、間違いなくね。あ、そうですかね。絶対なってますね、そっちの方が儲かってたりしてね。儲かってますね。でそれであのしかしこれでね、もう圧倒的な人気を得たわけですけれども、それでそのままではバラエティタレントにはならず、あの俳優として活躍されますと、はい、でそのまずこの翌年ですね、ダンス甲子園の翌年、1991年に映画代打教師秋葉真剣ですで俳優デビューされますよ。いや本当にひどい映画でね、これ。あ、そうなんですか。もう内容も最悪ですね。あ、そうなんですか。私の演技も最悪ですけど、まあ、あのオーディションを受けに行って、で、まあ、友達がオーディションに受けに行くと、うん、ダンス甲子園出てた、うんうん、でもじゃあついていっていいっつってついてって、うん、思いっきりやってやったら、うん、準主役に抜擢されたんですよ。あのさっきの勢いでやったわけですね。そうなんですまあ、あのまあでも勢いが続くのはそこまでですね、その後、まあ結局
学校を辞めて、うん、東京に出ると、うん、高校を途中で中退して、うん、まあ、仕事をしに東京に出てくるんですけど、うん、まあ、最初はやっぱり仕事ないですよね。そうですね、まあ、でも給料制でやってたんで、うん、あの生活に困ることはなかったんですけど、うん、でその後その、まあ、ここにはありませんけれども1993年にワウワウで井筒和幸監督と突然炎のごとくという番組を作られて、うんうん、はい、でそれがあってこの96年の映画岸和田グレム隊、あの井筒さんとの出会いが最初そういう、はい、あの、まあ、ワウワウの作品で、そこからまた次映画に呼んでもらってみたいな、はい、でまあでも最初あんな水着というかああいう踊りをやってなんとなく芸能界入ってってやってたんですけど、まあなんで自分がここにいるのかっていうのはよく分からなかったわけですね。でもこの俳優の面白さっていうか奥深さ、映画の面白さっていうのを井筒さんが教えてくれたってことですかね。そこからちょっと本気で俳優業っていうところになんか自分のエネルギー傾けていくって感じになるんですけど、それでまあこの96年を見ていただいたら分かるんですけれども、NHK 連続ドラマ二人っ子、フジテレビ笑っていいとも、毎日放送世界ウルンタリー在籍はこれ2002年まで続くっていうふうに、ん、もうこの頃ちょっと売れてきたんですね。まあどこがでもね、やっぱり、ね、あの先ほど、あの先ほどお伝えした通り、生活に困ることはないわけですよ、はい、その給料制でやってたから、はい、だからその数年後にはもう歩合制に切り替えるぐらいだったんで、うん、仕事に困るっていうほどではないんですけど、でも悩みどころは何かっていうと、その自分のやりたいこととその仕事がマッチしてるかっていうことぐらいですかね、はいはいはい、どの辺がミスマッチだったんですか。やっぱり事務所としては、例えばですけど、その給料制でやってる時には、うん、その給料以上のやっぱお金を回収できるような形にしなきゃダメじゃないですか、まあ、そうですね、はいはい、でも私の中ではやりたいこととやりたくないことっていうのが結構あるので、うんうん、それをやりたくないとかっていうことを言っちゃうわけですね。だからそういうところで困ったでしょうね。どういうものがやりたくなかったんですか。例えばあの役者の仕事だったりとかすると、うんうん、テレビと映画の仕事って全然違うんですよ、うん、同じ役者でも、うん、要は映画ってお金払って約束ごとというか、お決まりとして、このあくまでも演じてる役は役なんだよってことを見てる人たちも分かるっていう約束ごとのもとに来てくれてるんですけど、テレビ垂れ流しなんですね。勝手に流すんですよ。なので例えばですけれども、なんだろうな、私が性犯罪者的な役をやったとしますよね。それをテレビで、あくまでも役なんですよ。でもテレビで垂れ流しされてる状態では、その見てる人たちの中では私イコール性犯罪者みたいなことにもつながりかねないんですよ。それってちょっと商品価値を毀損してしまう部分があると思うんですね、うんうんうん、まあ、そういうことを結構、うん、自分の中では考えて言ってましたね、うん、で次にこのでも2000年にこの写真がそうなんですけれども、映画バトルロワイヤルで深作欣二監督と仕事をして、はい、うん、そうですね、これはものすごくいい経験だったっていうふうに。いやーすごかったですね。やっぱりそうなんですか。結構まあ、もちろん井筒監督にも影響を受けたりとか、伊丹十三さんにもいろいろ教えていただいたりとかっていう流れはあったんですけど、うん、やっぱり深作さんの場合には、うん、なんだろうな、ものすごく、うん、まあ、巨匠なんですけどね、うん、ものすごく分かりやすく説明をしながら演技とは何か、うん、演技だけではなくて、うん、その映画はどう作られていくかってことを、うん、この時たくさんの一つのクラスの学校の教室の話だったんで、うん、そのクラスのみんなにこう授業していくような形なんですよね、うん、例えば、まあ、クラスの中で殺し合いをさせる、うん、で生き残れるのが一人だけっていうストーリーなんですけど、うんうん、例えばその学校、まあ、それは国がやらしてるっていう体なんですね。で例えば、その教室の中でこれから殺し合いをしてもらうみたいなところで、そんなことできるかよってみんながざわざわして、後ろにいた自衛隊が銃を乱射するみたいなね、要は子供たちを黙らすためにダダダダダダって、だから子供たちはその演技がちょっとよくわからないんですよ、そんな目にあったことないでしょって。だからそれでなかなか OK が出なくて、監督がいきなり机持ってバーンって投げたんですよ。
そしたらみんながうわーっていうことを言って、それだっつって、例えばそういう感じですね。だからリアルな演技で、それだけじゃなくて、例えばすっごく引きの絵、要は遠くから人間が3人ぐらいいるところをすごく遠くから撮ってるんですけど、その時に友達が死んだっていうことを知って、ここにいる3人たちはちょっと、あの、なんだろうな、あの、すごく悲しむんですよ。悲しむけれども、すごく遠くから撮ってる時にいくら悲しみの表情を、あの、やったとしても、それは何も伝わらないってことですね。だから例えば立っていたものがこう崩れ落ちるとかっていうような、あの、大きな演技でやらなきゃいけないっていうことですね。なんかそういうようなテクニカルなことに関することまで、子どもたちにちゃんと、私も含めて子どもたちにちゃんと、あの、それを教えてくれるっていう。結構テレビの、あの、監督って、あの、いや、もう気持ちでやってもらえたらとかってすぐに言うんですよ。なんか何言ってんだとかっていう時もたまにあるんですけど、でもちゃんとその、今撮っているシーンはこういう、あの、画角でこういうものだから、この中で最大級に、自分たちが表現、あの、伝わるようにするためにはどうしなきゃいけないのかっていうことを的確にこうワンシーンワンシーン、ワンカットワンカットこう潰していくっていう学校みたいでしょ。そう、なんか優れた、ね、役者の方って必ず優れた監督との出会いがあって、そこですごくいろんなものを学んでっていうことをおっしゃいますよね。いや、勉強になりましたね、本当に。でもその太郎さんが面白いのはね、そのまあ、深作監督、まあ、この本の中で深作監督との関係は父とこのような関係だったと、それで、まあ、自分が女性だったら抱かれてもいいと思って、そうですね、そこまではいいんですけど、最後の愛人という自負があるという、これどういう意味ですか。まあ、ちょっと問題のある発言かもしれませんけどね、それは、まあ、あの、まあ、どういう意味も何もないんですが、おそらくなんだろうな、まあ、私も愛していたし、愛してくれていただろうというような、もともと僕がやる役はもう決まってたんですよ、違う人に。でもオーディションを受けに行って、で、役変えてくれたんですよね。あ、なるほど。そうなんですよ。いや、だからこのね、最後の愛人っていう表現がね、やっぱり荻野目圭吾さんに勝ったと思ってるかそういうことじゃないか違うんですね。いやいや、まあ、でも、あの、最終的には、あの、なんだろう、監督のそばに、あの、長い時間いたっていうところらへんだと思いますけども。で、次いきます。これムーンチャイルですね。あの、これで太郎さんのファンになったっていう方すごく多いんですけども。本当ですか。はい、あの、2001年映画GO光の雨で日本映画批評家大賞助演男優賞受賞、受賞した、ね。で、これは、あの、この翌々年ね、誰がこの賞を受賞してるかっていうと、渡辺謙さんが受賞してる。あ、そうですか。へえ。で、この2003年映画ムーンチャイルド、それから、まあ、井筒監督のゲロッパ、さだまさしさんの少量流しでブルーリボン賞、また助演男優賞受賞、はい、これがまたすごい賞で、あの、今年でいうと受賞してるのは松坂桃李さ ん、それからこの2003年前後でいうと香川照之さん、山田喜寿さん、小田切丈、堤真一、三浦友和、酒井正人、瑛太ってもうすごいラインになってる。これ太郎さんの20代 後半から終盤の頃ですけれども、その若手俳優のトップグループの中にいたっていうことでいいですかね。どうなんですかね、あの、やっぱり作品との出会いだったりとかっていうところですからね。だからこの時期はそういう仕事に恵まれていたということだと思いますね。いや、かなりだから、あの、立場を立脚されてるなと思ったんですけど。ああ、いい。で、次、まあ、これがね、あの、新選組の名前の元になったこれはあれですか、NHK との権利問題においてこういうこういう処理になってるってことですか、これこれでタイガー、はい、これはやっぱり1年中拘束されるような感じですか。まあ、1年ぐらいでしたかね。まあ、うん、あの、このNHK の新選組は結構当時の年の近い若手がみんな集まってるやつだったん で、その中でどうやって自分の存在感が薄まらないようにするかってことで結構悩んでたような気もしますね。まあ、だからやりすぎちゃったっていう部分が多々ありますね。まあ、常にですよどこでもですかそうでしたね
で次がそうですね、これは NHK でまたトップランナーの司会3年間、ね、うん、だから NHK もさっきの2人っ子朝ドラタイガ、はい、トーク番組の司会ってなんかもう前途洋々な盤石な感じ言えますけど、まあでもあのなんだろう、人に質問するってあんまりないじゃないですか、うん、そうですね、あの役者の仕事やってると、はいはい、けどまあこういう番組でそういう機会をいただけたというのは大きかったですよね、うんうん、なんかね NHK ってこれ番組がチャンネルいっぱいあって番組いっぱいあるから、はい、NHK と良好な関係を作ると、ええ、あの結構その仕事が安定するみたいなのを聞いたことあるんですけど、そういうことあるんですか。ね、NHK の特にドラマですね、うん、朝ドラとか、はい、あと大河とかでいい役がつくと、はい、コマーシャルにつながりやすいですね、うん、なるほどね。私あのさっきの新選組とか出てた時とかは多分年間4本とかありましたね、コマーシャル。そう、その話聞きたかったんですけど、いや見たらね、CM も自動車、はい、ビール、はい、パソコン、ボディーソープ、腸薬、それも全部大もう本当に一流企業のものをやってて、で本に書いてられますけど、まあ、CM っては年間契約だけど、その撮影は高速3日間ぐらいで、うん、1本2000万ぐらい、2000万ぐらいですね、うん、まあそれ事務所にもまあパーセンテージは取られますけど、でもまああのこちら側に有利な、ね、パーセンテージで契約はしてるので、なんとか工業みたいなあの契約の仕方じゃないので、うちはなのであのやっぱりそういうコマーシャル入ると大きいですよね、うん、だからこのまあこれですか、このあすいません、このこの頃か2004年だから30歳ぐらいの時にもうそういう感じになりつつあったと。そうですね、だからこの、うん、この大河に出た時が一番やっぱりそのコマーシャルっていうところに広がったかもしれないです、ね、その前にも年1本ぐらいはあったんですけど、それだけ複数出れるっていうのはなかなか、 そうか、そこから契約したやつで、まあ、パソコンのコマーシャルとかは多分7年ぐらい契約続きましたから、うん、そう考えたら非常に、ね、NHK の大きな番組に出るってそういう効果があるんですね。だからやっぱりこうなんだろうな、上の層の人たちっていうか、うんうん、お年を召したそういう決定権のある人たちが多分こうそういうものを見たりとかしてるんですかね。いやだからね、30ぐらいでもそういうね、うん、あの好きな仕事やってお金もいっぱい儲けて、うん、でしかもそのどっか出勤するような仕事じゃないですよね、その基本的には、うん、でまあしかもそれがそのなんていうかな、親からもらったとか誰かのコネとかじゃなくて、うん、完全に自力で切り開いた非常に成功した人生、そこまでは。いやたまたまですよね、本当に。でもところが、うん、そういうあの非常に幸せだった、幸せだったっていうか、まあうん、満足のいく人生がこれからちょっとその反転していくっていうことがあって、メルトダウンしていく、メルトダウンしていくでこれはですね、ベルギーにアラン・ドゥ・アルー監督っていう方がいらっしゃって、はい、これは僕も会ったことあるんですけど、映画監督なんだけど大学であの原子力を専攻した人なんですよね。そうですね、なんかすごくその原子力事故に対して造形が深くて、うん、2011年にはチェルノブイリ・フォーエバーで、2013年には福島へようこそっていう映画を作ってて、それで日本に来て太郎さんのことを知って、はい、でこの人をやりらしたいと、うん、ちょっとこれも見てみます。でこの中でね、サーフィンしてる人が出てくるんですけど、それ太郎さんですごくうまいんで、いやいや本当久々の16歳からのめり込んでいた俳優の仕事よりも波に乗ることに夢中になり、勝手気ままに生きてた。右側が太郎さん、海は後ろから来てるのは友達なんですけど、素敵なフィーリングを僕に運んでくれた。今の僕は俳優はやってない。今の僕は波乗りもほとんどやってない。海が新たに僕に運んでくれたフィーリング、海が僕に与えてくれた新しい役。山本太郎の人生が変わったのは原発事故からです。大きく変わりました。
この国の本当の姿が分かった気がする。テレビの世界に20年、芸能界に20年いたから、テレビの世界のルール、映画の世界のルールはよく分かっています。企業に対する、企業に対してマイナスになるような発言は絶対に許されない。で、まあ、そのすごく良かった俳優の仕事から、2011年3月11日に発生した東日本大震災の後、まあ、4月から反原発活動を開始されると。で、まあ、どんどんあの仕事がなくなっていくわけですけど。そうなんですよね。で、このきっかけになったのが、その4月9日の孫正義さんのツイート、ええ、皆さんは原発賛成反対っていうツイートだったっていうことなんですけど、そうなんですか。そうですね、まあ、まあ、原発に対して自分で思ってることをもう言えないっていう世界じゃないですか、あの芸能界って、はい、だってスポンサーが命ですから、はい、要は、テレビなどの広告枠を企業が買い取るというスタイルでテレビ局は成り立ってるわけですね、うん、映画も企業側がお金を出して制作委員会っていうところでお金を出し合って作っていく、うん、だからスポンサーとは絶対切っては切れないっていう関係性なんですけど、うん、はい、でも、まあ、原発って一言で言ったとしても、これ東電だけの問題じゃないと、あのお金を出す銀行もいて、建設会社もいて、で電機メーカーもいて、でいろんな企業が関係しているような、存在に対して、原発いらないとか原発はやめろみたいなことってやっぱりちょっと言えないですね、本当は。言ったらちょっと、というのは何かって言ったら、スポンサーに対してマイナスになるようなことを言うやつをわざわざ使う必要はないってことですね。山本太郎の代わりはいくらでもいるってことなんですよ、あの演者として、役者としては。だからそう考えた時にやっぱり言えない、生活もあるしって考えると、言えないっていう思いでもう悶々としてたんですよ。もう穴掘って、あの王様の耳はって言いたいぐらいの苦しい心境ですね。いや、すんごい苦しかったですね。でエピソードの一つとして分かりやすいのが、その苦しんでる時ですね、まだ表だって言えてない時に、友達が家に泊まりに来た、泊まりに来て朝方私が大きな声で寝言を言った、すごい大きな声で寝言言ってたよ昨日と、なんつってたっつったら、メルトダウンってでかい声で言ってたってあ、これはもう来てるなみたいなもう疲れすぎみたいな、まあそういった時に、あのツイッターの中でたまたま、あの孫さんがそういう、あのなんだろう、みんなに対して投げかけをしてたんで、何を言ってんだと、そんな気軽に賛成反対なんてツイッターで言えるかよと、いやでも言ってやろうということで、あのそれを利用して言ったんですよね。反対って言って、なんかその瞬間涙がバッと出てきた。そうなんですよ、いやだからずっと我慢してたんですよね、言っちゃいけない言っちゃいけないと思って。でも言っちゃいけないって、あれって、だって表現者なんですよね、みたいな、で表現の自由とかっていうのもあるらしいしみたいな、まあそうは言いながらもずっと我慢してたものが一気に、決壊したもんですね。いや、でも思うけど、まあ、僕らもある程度そういうことありますけど、そういう明らかにおかしいことをね、もう言いたくて言いたくてしょう、黙ってるのが苦しい人間と、そうでもない人もいるわけですよね。そうですね。本来あのジャーナリスト的な人はもう苦しくて苦しくてっていう人でいてほしいんだけど、もうそうでもない人が結構多いから、まあ、今こういうことになってるんですけど、まあ、慣れたらなんてことないなってことかもしれませんねまあね、太郎さんがもうやっぱり飛び抜けてそういうことが苦しい人だったから、まあ我々もそういう、いや太郎っていう政治家を持つことができて、あ、まあ、本当に良かったなと思うんですけど、はい、まあね、抑えきれなくて爆発しちゃいましたっていう状態じゃなかったら、多分あんな体に油塗って踊ったりはしませんよねそういや、それでこの、その孫さんのツイートに返事をした翌日に高円寺のデモに参加して、でそこからまあどんどん太郎さんがそういう活動されてるっていうのが分かっていったと、それで、まあ、本当に吹っ切れたのはいわゆるその20ミリシーベルト問題。そうですね、文科省が、子どもたちに対して、はい、まあ、多分学校再開のめどみたいな基準として、はい、多分年間20ミリっていう数字を出したんですけど、はいはいはい、年間20ミリっていうのを調べていくと何かというと、はい、まあ、放射線管理区域の基準、それの4倍、年間5ミリかける4、鉄の分厚い扉で囲ってあって、こういうマークがしてあるようなところが放射線管理区域で、ですね、そこで食べたり飲んだりしたり一切いけないところが5ミリシーベルト、そうですね、はい、年間で5ミリちょっとで、その4倍に当たるような数値を
子どもたちの学校の再開の基準にしてしまうっていうこと自体が、うん、あ、なるほどと、もう壊れてたんだな、うん、この国は、うん、っていうことに気づくわけですね。まあ本当に、まあ、僕なんかもそうですけど、その辺でやっぱりね、いろんなことに気づかされたっていうことありますね。それでその後、この、まあ、本の表紙にありますけれども、その2011年爆発が起きた2011年の37歳の誕生日11月24日にヨーロッパへ出発して、うん、あ、そうですね、脱原発を実現したドイツのデモに参加、その後チェルノブイリへも行ったと、うん、これやっぱりでも行動が早いというか、誰かと一緒に行ったんですか？もともと行くつもりだったんですよ、うん、行くつもりでこういうの、行きたいんですっていう話をいろいろしてたら、うん、どこやったかな、このドイツっていうところに対しては、うん、じゃあ、本作る、うん、その前に本作るって話になってたんで、じゃあ、カメラマンも一緒に行かせるわって話を、うん、制作者の方が言ってくださって、で、まずドイツに入って、うん、その後に行った、うん、ウクライナ、ベラルーシには、うん、フライデーが一緒に行きました、ね、あ、そうなんですか、だからやっぱりその頃はメディアをね、それがこう、うん、仕事になると思うから、そうですね、サポートして一緒に行ったということですけど、まあ、でもそれからやっていくとね、だん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 そのみんなそれに疲れてきたり、こうずっとできなくなったり、うん、ということがあるんですけれども、太郎さんはやっぱりそこでこの翌年行動に出られます、2012年12月第46回衆議院選挙で東京都第8区杉並区から出馬と、うん、でこれもなんかこれは石原伸晃さんの地盤ですけれども、東京で一番なんか自民党が強いとこから出ようと思ったっていうようなことを前おっしゃってたような気がするんですけど、うん、この時は多分選挙始まる1週間前ぐらいに出ようということを決めたということですね。1週間前だった、1週間10日ぐらい前でしたかね、うん、だからもうギリギリなんですね、うん、でまず最初に全国の中で一番強い人と当たりに行こうと、話題性のある人に当たりに行ったら、これは逆に言えば私が言いたいことっていうものがメディアに載る可能性があると思ったんですね。そのスタイル変わらないですね。そうですね。で当時は橋本徹さんとかが大戦とか、 なんかそういう言い方を結構テレビとかでしてて、大戦好きそうなんで、次衆議院一緒にやりましょうよって、ぶつかりましょうよってことをツイッターで言ったんですけど、これガン無視されます。まあ結局あの方は出られなかったんですが、まあその中で現実的に選挙に出られるっていう方を見たときに、じゃあ東京で最強、要は民主党に政権交代されたときにも東京でこの方勝ってるぐらいですから、そう考えたら、じゃあ、 この方のとこから出ようじゃないかって決めたのがこの第一声の前日ですね。そうですか。だからむちゃくちゃですよね、はっきり言って。でも1週間前でやって、はい、71,028票。ああそうですね。これなんか得票の 17% らしいですね。ああそうですか。まあでももうやっぱり強いですね。ああそうです。やっぱり衆議院特に小選挙区はもう確実に普段からどれだけ地元の方々とつながってるか、丁寧にこう関係性を築いてるかってことが一番なので、私みたいなこんなポットデが出てきたって勝てるはずもなかったんですけど、ただまあ石原さんの半分以上取って、でその得票率の 17% って、これは後でお伺いしますけど、この翌年参議院選挙に出られるわけだけれども、その時にこの数字っていうのは参議院の東京から出たら通るっていう読みがあったんですか？まあ、衆議院の小選挙区は椅子が一つしかないですから、はい、だからかなりハードル高いですね、はい、でも、東京選挙区にこの衆議院の翌年2013年の夏の私が受かった選挙では、東京は5つの席があったんで、はい、5議席を争う戦いっていうことになると、うん、可能性あるなと思ってましたね。で、まあ、ここから後半いよいよ国会議員になってから、れいわ新選組を作るまで、そしてそのれいわ新選組の政策と今後の展望について後半伺います。